大江戸八百夜町和装備情報局。素敵なことがきっと起きる、新しいあなたにドリームカムトゥー。さあ着物で広がる夢、心躍る。皆さんこんばんは。私本日は愛の泉が担当いたします。泉の小部屋でございます。通常は和装備情報局で我が身隊の友達とワイワイガヤガヤやりながら楽しく行っておりますけれども、今日は私一人がメインキャ、MC メインキャスターということで心細い気持ちでいっぱいです。まず最初にこういう機会を与えていただきました林芳恵局長にお礼を申し上げたいと思います。本当に林さんいつもありがとうございます。先週は新年会の帰りということもありまして、皆さん華やかな装いだったかと思います。私もお正月ということで今日は少し華やかな感じの着物をチョイスしてまいりました。螺鈿といいまして、貝殻 のキラキラしたものが入っているようなちょっとピカピカした感じの着物でございます。帯は着物に合わせまして、袋帯、これも少しキラキラしたものをチョイスしてまいりました。私なんせ今日一人でやるというのが初めてのものですから、もう本当に口から心臓が飛び出しそうなぐらいドキドキしてまいりおります。カミなところもたくさんあるかと思いますが、精一杯頑張らせていただきたいと思います。まず私の仕事なんですけれども、占いの仕事をしております。毎週土曜日が私の担当の日です。場所は新橋の駅0分カラス森口からですね、ニュー新橋ビルというところ1階です。 A to Z という占い館で担当しております。そんな事情もありまして毎週土曜日なかなかこちらの方に出向くことができないんですね。で、本当に今日はこういう撮影というのが久しぶりなので本当に緊張しております。それとですね、着物のリサイクルのお仕事も私させていただいております。私 の自宅兼サロンでやっております。できるだけお安く皆様にご提供させていただきたいと思っておりますので場所を借りずに自分の自宅でやっております。私のサロンに来ていただきましたら私が今着ているようなですね、このような割と豪華めなものでも1万円でご提供させていただいております。帯はこんな感じですね。これぐらいの豪華なものでも着物と帯合わせて2万円になっております。サロンの方にもどうかお越しくださいますようにお願いいたします。さてですね、今日のゲストは、今歴史の好きな女子が大変流行っておりますが、歴女っていう言葉がありますよね。それと、リンクしてると言いますか、仏女、仏壇が大好きな女子が大変今人気でございます。その中でもカリスマ的な存在であります、ひろみさんという方にゲストとして登場していただきます。ひろみさんはですね、その仏女の中でも何冊も本をお出しになって出版しておりますので、そんな話を今日は聞かせていただきたいと思います。ひろみさんどうぞ。はい、ひろみさん、今日の着物を少しポイントをどうぞ。あ、はい、あ、これ母の形見というか、着物なんですけど、付け下げで、この紫で、鶴が飛んで、ちょっと縁起がいいような感じなので、やはりお正月ですからね。そうですね、はい、で帯、これこの間買ったばかりなんですけど、割となんか華やかな感じなの で、ね、お正月にいいかなと思って選んでみました。はい、大変素敵ですよね。こんな感じです。はいはい、色も紫という高貴な色ですので、はい、お正月にふさわしいですよね。またこの帯も、松の模様で、はい、とてもこれも素敵な感じですね。 ありがとうございます。はい、少し早いですけれども CM に入ってこの後ひろみさんの話をゆっくり伺いたいかと思います。はい、よろしくお願いします。では CM の方お願いいたします。日本がもっと好きになる月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。
春夏秋冬、四季折々の和の魅力をたっぷり満載。着物、和食、アート、催し物などなど、日本の伝統文化を切り口にとっておきの情報と旬の話題をお届けしています。着物をもっと楽しみたいあなた、日本文化をもっと知りたいあなた、花咲はそんなあなたにおすすめの雑誌です。月刊情報誌和の生活マガジン花咲。ご購読をご希望の方は全国の有名呉服屋さん、または花咲のホームページからどうぞ。では早速ですけれども、はい、ひろみさんに、はい、大仏の大仏っていうか、あの仏像なん仏像ですか、はい、大仏って仏像の大きなやつなんで、あ、なるほど、はい、の、 あの魅惑的な、はい、もうひろみさんにとってはもうドキドキする。そうですね、まあ、私あの、まあ、あの大阪出身 で、ええ、でまあ、京都奈良が近かったこともありまして、まあ、京都奈良はよく行ってたんですけど、はい、まあ、おじが仏像が好きで、はい、まあ、子供の頃からあのたくさん仏像見てたんですけど、まあ、子供だったんで、まあ、興味はなかったんですけど、うん、まあ、大人になりまして京都の三十三間堂に行って、はい、まあ、仏像に恋に落ちたって感じになってます、はい、でもあの現実世界でもちゃんと恋愛はなさってますよね、はい、まあそうですねはい、でもまあ仏像のやっぱしお顔とかイケメンの方とかたくさんいらっしゃるんで、まあ、それにまあ会いに行くって形で、で、まあ、仏像のことがまあ好きっていろいろ言ってると、はい、まあ、仏像の本もまあ出せるようになりまして、まあ、ここにいろいろ持ってまいりましたが、はい、まあ、仏像の本ですね、いろいろ出しております。なんか40冊以上出版なさってるんですよね。はい、そうですね、41冊ですね。すごいですね。なんかクイズで入門日本の仏像ですとか、はい、あとなんかこの会いに行きたい日本の仏像、まあ、講談社のプラスアルファ文庫なんですけど、はい、まあ、こういう本出したり、あとなんか勝手に仏像ランキングって言って、まあ、あの仏像、ここの仏像がイケメンだとか、ここの仏像が美人だとか、まあ、そういうのを勝手に私がランキングして、はい、まあ、書いた本ですね。イラストと文章両方書いております。すごいですね、やはり才能がおありなんだと思いますよ。 ありがとうございます、まあ、あのイラストレーターなんで、まあ、絵も文も両方やってるんですけど、で、あと、まあ、近所がこの心安らぐ仏像なぞり書きっていう本なんですけど、まあ、あの写経は皆さんご存知だと思うんですけど、そうですね、お経をなぞる、まあ、写経はよくやられてると思うんですけど、これは仏像の絵を、まあ、なぞるという、まあ、心を整える修行なんですけど、まあ、お寺でよくやられてるんですけど、まあ、これあ、そうなんですね。そうですね、まあ、写経の方がまあ有名なんですけど、まあ、こちらあの薄い感じで、まあ、絵が描かれているので、まあ、これを直接なぞっていただいて、まあ、癒しですかね、まあ、あの集中してあの書くと、まあ、心を癒されますの で、まあ、最初は割と簡単なこの顔だけですとか、はい、でだんだん難しくなってくるっていう感じですね。なるほど、仏像って女性も男性も両方いらっしゃるんですか？一応仏像のモデルっていうのが、はい、まあ、お釈迦様ってことになっておりまして、はい、だからまあお釈迦様は男性だから、まあ、男性っていう説もあるんですけど、まあ、男性でも女性でもないというふうに言われております。なるほど、もうあの神の領域に近くなると女性とか男性とかっていう区別がなくなるっていう理解でいいんでしょうか？まあそうですね、まあ、あのよく観音さんっていうと女性って思われてる方多いと思うんですけど、まああのまあ、観音さんっていうのは観音菩薩と申しまして、はい、まああのまあ、仏様は如来菩薩明王天っていう、まあ一応なんかそういうグループ分けがあるんですけど、まあ、ランクが分かれてるってことですね。そうですね、如来は悟りを開いている方ってことで、はい、まあ、お釈迦様とかそうですよね。でその下の菩薩になりますと、まあ、如来になるために、まあ、修行中の方、まあ、悟りをまあ開くために修行中の方なんですけど、はい、で観音菩薩はまあ菩薩ですので、その菩薩のまあグループなんですね、はい、ですので、まあ、まだちょっと修行されてる感じで、でモデルが、まあまあ、インドの貴族だった頃のお釈迦様なんで、はい、きらびやかな、まあ、格好されてるんですけど、はい、だからあのネックレスとかすごい華やかな格好してるので、まあ、女性的って思われる方が多いのかもしれませんね。でも別に女性というわけではないと、はい、いうことですね。そうですね、はいはい、
なるほど。ひろみさんと初めてお会いしたのがね、実はあの上野の大仏様のところなんですよ ね、 あ、 すね、はい、あの上野の大仏様って日本で一つだけですかね。まあそこ本当にあの、まあ、あの首から上の、まあ、仏塔って言われてる仏像は、まあ、興福寺の仏塔ですとか、はい、まあ、いろいろあるんですけど、上野の大仏様はもともとお体もあったんですけど、はい、まあ、あの地震で、まあ、ここな、あ、そうなんですね、転、まあ、転がり落ちて、はい、で、まあ、ずっと頭を保管されてたんですけど、まあ、戦争になりまして、まあ、武器の材料としてこの頭の部分ですとか、うん、顔以外を全部軍に供出されてしまったんですね。なるほど。でお顔だけ残ってたので、はい、そのお顔をレリーフとして、まあ、祀られているのが今あります上野大仏になりますね。そこにもあの上野の大仏様の絵が、はい、この中にも載ってます。載ってましたよね、はい、まあ、他の本にもいろいろ上野大仏さん好きなので結構書いてるんですけど、で最初にお会いしたのが野立てといいまして、お茶をあの外で飲むというお作法 の、はい、ええ、あの共通 の、 あの知り合いだったんですよね、あのお茶の先生が。あ、そうです ね、 ね、はい、ここであの偶然お会いしまして、ええ、でなんとこ の、 あの仏女ですごく人気でいやいやいや、ハトバスでツアーも組まれてるという。そうなんです。田中ひろみと行く仏像ツアーっていうのを、まあ、春と秋にやっておりまして。年に2回なんですか。まあ、年に2回っていうか、その春に、まあ、5、6回行って、はい、で、まあ、秋に5、6回行くって感じで。なるほど。で毎月毎日新聞旅行でもあの仏像ツアーやっておりまして、まあ、あの明日も行くんですけど。すごい、ね、活発ですね、まあ、あのいろいろやっております、はい、ただでも好きだっていうだけで、はい、こんなに40冊も本出せないと思うんですよね。あのやはり先ほども申し上げましたように、才能もおありだと思うんです。私も着物も好きですし、あと占いも仕事としてやってますが、はい、未だに出版できてないんですよ。でもそれはなんか本を出したいっておっしゃってました。あ、今言います。本出したいですそう、本出したいって言ってたら、なんかおのずとからなんかそういう情報とか集まってきたりとか、なんかやっぱり口にすると、あ、なんかあの人ああいうこと言ってたなって言ってお声掛けいただいたりする場合があるんで。よくそういう話聞きますよね。まずはあのイメージが先で、そのイメージをどんどん話をしているうちに夢が実現されるっていう、よく引き寄せの法則とか皆さんおっしゃってますが、そういうことでしょうかね。そうですね。私もこの仏像の本、まあ、仏像の本以外もいっぱい出してるんですけど、はい、最初に仏像の本出すときは、まあ、あの仏像が好きで仏像の本出したいって、まあ、いろんな方に言ってたら、まあお話が来て、まあ、出すことができたので、やっぱり誰かに言うっていうことはやっぱ外に発信すると何らかの、まあ、こういう影響力があったりとかして、まあ、情報ももらえますよね。で自分でただ考えてるだけだと誰にもこの人が何を考えてるかっていうのは伝わらないので、やっぱり常にこういうことがしたいとか、まあ、言ったりですとか書いたりとかしてると、まあ、自分もいろいろそれに向かって努力もしますし、まあ夢に近づいていくとは思いますね。なるほど、はい、他にもいろんなお話をお聞きしたいんですけれども、はい、一番のイケメンというかおすすめは。あ、そうですね、なんか女子に人気なのが京都の東寺にあります帝釈天ですね、はいはい、まあ、お顔がとってもイケメンだってことで、はい、もう大変人気ですね。なるほど、はい、あと美女って言いますか、優しい雰囲気の方は。あ、もう美人って言われてる方は、まあ、たくさんいらっしゃいますけど、まあ、あの滋賀県の、まあ、湖北琵琶湖の北にあります、まあ、長浜のところにあります、まあ、ところの東岩寺っていうあの お寺の仏像とか大変綺麗ですし、あと仙入寺、京都の仙入寺の、まあ、楊貴妃観音ですとか。お、すごい名前が楊貴妃っていう、いかにも美人そうですよね。そうですね、だから本当に美しい方はあちこちにたくさんいらっしゃいますね。それにしても、はい、あの歴女ってすごく社会現象にもなったかと思うんですけれども、はい、またその歴史 にももちろん詳しくないとダメじゃないですか、仏像に関して。あ、そうですね、まあ、私歴史もすごい、まあ、日本史に限るんですけど大好きで、まあ、子供の頃からまあ日本史大好きだったんですけど、うん、でずっとカルチャーセンターで江戸の史跡巡りもあの講師やっておりまして。なるほど。もう読売カルチャーさんで今15年目ですね。すごいですね、じゃあもともとそういうふうな、はい、
お教室とかカルチャーセンターの先生、はい、講師とかをなさってて、はい、それであの本を出版したいというふうな発言をなさったから今に至ってるわけですかね。あでもまあ本を出しててそれを見てカルチャーセンターに声をかけていただいた。なるほど。逆ですね。出版が先なんですね。そうですね。じゃあ、はい、処女作といいますか、はい、それはどれぐらい前になるんですか。まあ、20年ぐらい前ですね。ということは年に2冊ペースで出版なさってるってことですよね、はい、そうですね。年にそれもまたすごいですね、はい、2、3冊は出してますね。まあ、ありがたいことにいろいろお話いただいたり、まあ、自分がこういう本出したいっていう企画が通ったりして、まあ、次から次へあのおかげさまで本は出せてます。あのこういうこと聞いちゃっていいのかわからないんですけれども、はい、出版社さんは一箇所じゃないんですか、はい、いろんな出版社なんですか。もうバラバラですね。小学館も講談社も幻冬社も、まあ、双葉社も割と、まあ、一通りあの出させていただいてるかな。なるほど、はい、で何冊も本を出してるとやはり同じ内容になったりとかしませんか、はい。まあ、そういうふうにまあ思われがちですけど、まあ、書いてる人が同じなので、はい、まあ、多少は似通ってますが、でもまあ毎回テーマを決めて違う切り口で書いてるので、まあ、全く同じ内容にはなりません。なるほど、はい、それにしてもこれから先もまだあの執筆活動なさる予定ですよね、はい、そうしますと切り口が仏像ってもういくつもあるということですよね。まあ、あの私あの仏像以外の本もたくさん書いておりまして、あの元ナースですので私がナースを辞めたわけですとか。そうなんですね。で一番最初に出しました本が社名と商品名の由来の本でして、はい、まあ、ずっと社名と商品名の由来も研究しておりまして、まあ、そういう本を出したりですとか、うん、まあ、あと全然関係ない B 型男と幸せになる方法っていう本も書いておりますね。それちょっとブログで読みましたよ。 ありがとうございます。あれが私の中では一番売れてる本でして、あ、そうなんですね、13釣りまで行きましたね。なんか B 型自分の説明書っていうなんか黒い表紙の本がすごい売れたんですけど、はい、あの1年前に私が出したんですけど、で結構まあその後にブームが来て、まあ、ますます売れたって感じですね、はい、あの B 型に限ってなんでしょうか。 O 型とか A 型とかはないんですか。なんか B 型の本しか出してないんですやっぱり B 型が一番面白いかなと思って、あのマイペースな感じが、まあ、なんか私の周りにいる友達はなぜか B 型の方が多くて、私 A 型なんですけど、まあ、なんか私とは違うなっていうのをまあ研究して書いた本なんですけど、でなんか不思議なことに本当に B 型の方からあの本そんなになんか B 型のこと褒めてるばっかりの本じゃないんですけど、なんか B 型のこと書いてくれてありがとうっていうお手紙をたくさんいただきまして、だから、まあ、そこがまた B 型らしいなと思いました。なんか私の印象だと B 型の方って、はい、あの自己中心的って言いますか、はい、あの押されちゃうって言いますか、あのリーダーシップを取る方が多いような気がするんですね。でそういう方に、はい、あのありがとうって言われるって素晴らしいですよねそうですね。でもなんかそうおっしゃるところがまあさすが B 型だなって。なんかどこら辺がさすがなんですか。だって全然褒めてないのになんか自分のことを取り上げられるだけで嬉しいっておっしゃるところが、まあなんか他の血液型とはちょっと違うなと思いましたけど。 AB 型の方がもう少し変わってる人が多いのかなっていうのが私の印象ですけれども、まあ、変わってるっていうかなんかちょっと、うん、まあ AB 型の方もまあ独特ですけど、まあ、B 型の方のそのなんか分かりやすさっていうか、はい、なんかそこがまあ好きなんですけど。なるほど、はい、そうしますと、まあ、血液型の本ですね、私がナースを辞めたわけですか、はい、でそれもあのちょっと触れていただいてもいいですか。あそうですね、なんか私元から、まあ、イラストレーターっていうか絵の、まあはい、そういう道に進みたいなと思ってたんですけど、まあ、親が絵じゃ食べていけないんで、手に職をつけろってことで、まあ、ナースになったんですけど、はい、でナースになって、まあ、資格を取ったら、はい、まあ、その後は好きなことしていいよって言われたので、うん、まあ、親の言う通りとりあえず、まあ、ナースの、まあ、看護学校に行きまして、はい、で国家試験も受かりまして、で、まあ、大学病院に、まあ、勤めてたんですけど、はい、まあ、その時の大変な話を書いたのが、まあ、私がナースを辞めたわけっていう本なんですけ ど、はい、一番大変なことっていうのは何でしたか。まあ、やっぱし死と本当に直面してるってことで、まあ、患者さんも亡くなりますし、まあ、ドクターやナースも
まあ、病気がうつって亡くなったりとかするのも、まあ、目の当たりにすると本当になんか恐ろしいところだなと。そういうことあるんですね。まあ、私がいた病棟が、まあ、消化器内科って言って肝臓がんとか肝炎とかの、まあ、病棟だったので、まあ、肝炎ですとか結構、まあ、重篤な状態、まあ、自分が体調が悪くて免疫力が落ちてる時に、まあ、その肝炎の血液が、まあ、自分の、まあ、ささくれですとか目のこういう粘膜とかにつくと、まあ、それが感染してで肝臓が壊死してしまって、まあ、激小肝炎っていうのになると、まあ、3日ぐらいでもう血を吐いて下血してもうすごい肝性昏睡っていうなんかぐわーってなんか暴れて亡くなるっていうのを、まあ、目の当たりにして恐ろしいなと思いました。それはわずか3日ぐらいでそういう症状になってしまうものですか？もう本当にあっという間にもうそうですね、もう意識もなくなって、まあ、アンモニアが脳に行ってもう意識が混沌として、まあ、ナースがその患者の上に乗っかって抑えてもまだ暴れるって本当にエクソシストが乗り移ったごとくの感じで、でもう肝臓が壊死してるんで、まあ、肝臓っていうのは、まあ、凝固作用が血液を凝固させるところなので、はい、まあ、その作用が働かないってことで血は吐くし、はい、まあ、下からも出るしってことで、はい、本当なんか恐ろしい現状、もうその状態を見て、あ、もうこんなことになるんだったらやっぱ好きなことしてからね、なんか死にたいなと思いまして、で、まあ、お金を貯めて、で接モードセミナーっていう絵の学校に、まあ、行き直しました。あ、でそ の, あのひろみさんの、はい、今モチーフといいますか、はい、代表的な作品といいますか、それがこのうさぎちゃんの、あ、そうですね、うさぎちゃんがいつもメインで、まあ、今日もちょっとなんとなくうさぎちゃんのこの部屋なんかつけてるんですけど、はい、まあ、あのこのうさぎちゃん、いつもピンクの帽子のうさぎちゃんを、はい、まあ、描いてて、まあ、こちら仏像とはなんかあんまり関係ないんですけど、まあ、トレードマークでいつも描いております、はい。その死と直面するということで、はい、あの仏像の世界に惹かれたのかなって今お話を伺ってて思ったんですけれども、それはまた違うんですか？そう、なんか私も意識してなかったんですけど、はい、最近もしかしたらそれもちょっとあるのかなっていうのはなんとなく、うん、すごい本当に死がすっごい身近だったんですね、本当に風邪をひくように人が亡くなるっていうか、もうしょっちゅう3日に1回ぐらいですね、もう本当に結構亡くなって、で亡くなった後、まあ、その患者さんの体を拭いたり、はい、まあ、穴という穴に綿を詰めたりとか、はい、まあ、お化粧もして、でちゃんと、まあ、患者さんの家族に返すんですけど、はい、まあ、そういうこともいたしましたし、で、まあ、すごい自分が好きだった患者さんが亡くなって、その後なんか本当に、まあ、結構不思議な現象とか結構起きて、まあ、例えばその方がいた、まあ、誰もいない部屋からナースコールが鳴ったりですとか、よくあの、はい、なんかテレビでありますよね、そういうあなたの知らない世界的な、うん、まさにそういう感じなんですね。そうですね、で多分なんかやっぱり人間の体と心ってなんかちょっと違う感じがするんですね。だからもし体がまあなくなって滅びても、その人の意識とか気配とかはそこに留まってるんじゃないかなと思うんですね。いや、なんかちょっとズワズワしていましただからなんかそう亡くなったけど、はい、その方の意識はしばらくの間はそこに、まあ、いて、でその意識がなんかナースコールとか鳴らしたりしてるのかなっていう、でも不思議と怖くないんですよね、まあ、仕事してるっていうのもありますけど、はい、だからまあ、本当にやっぱり病院はいろんな不思議な現象が、うん、まあ、写真撮ったら白いもやのようなものが写ったりとか、亡くなった患者さんがつけてた心電図がその患者さんが亡くなった時間に動き出したりですとか、不思議なことは本当に多々ありましたね。例えばその亡くなった患者さんのお部屋にまた次の患者さんが当然ながら入るわけじゃないですか、そうするとそういう現象が収まったりとかするんですか？まあ、そうですね、まあ、普通にまあ、すぐもう次の日には新しい患者さんが入ってるんで、だからまあ気づかないだけかもしれませんけど、まあ、誰もいない部屋ではなくなっているので、まあ、そういう現象はなくなりますね、はい。そうしますとその亡くなった方の意識の上に今現在生きてる方の意識のが乗っかるから、その方の意識の方がやっぱり生きてるから強いってことなんですかね。そうかもしれませんね。でも、まあ、突然亡くなったりした患者さんって自分が死んだってことまだ気がついてない方もいらっしゃると思うんですね。よく言いますよね、交通事故で急に亡くなったりとか、
まあ、私がいた病棟はがんとか肝炎とかだったんで本当にもう亡くなるってこと自分で分かるんですよ、不思議と。もう患者さん見てるとなんかやっぱり最初は、まあ、なんて言いますか、否定っていうか、はい、まあ、なんで俺がって感じですごい、まあ、否定的な言葉を言ったりとかして暴れたりとかするんですけど、最後には本当に皆さん結構悟るんですね。で静かに、まあ、亡くなっていくんですけど、で本当に亡くなる1週間ぐらい前になるとなんか目がね、本当に魚の死んだようなような目になって、あ、もうこの患者さんなんかそろそろなんか亡くなるかなと思ったら本当に亡くなるんですよね。なるほど。だからなんかそういう、まあ、段階があって皆さんそういうのを経ていくので、まあ急じゃないけど、まあ死ぬよ、まあ、そんなにすぐ死ぬと思ってない方の意識が残ってたりするのかもしれません。なるほど。それはあの悟りを開いたような目じゃないんですね。いやでもさ、もうなんかあの悟りを開いてるというか、もう諦めたんですかね、うん、でもなんかだんだんやっぱりちょっと魂が抜けていくのかなって気はしましたけどね。なるほど、はい。仏像の話にちょっと戻りたいと思うんですけれども、はい、あの日本中仏像あるんですよね。あります。まああの各町に本当にお寺さんってねたくさんありますから、はい、まあ、江戸時代って、まあ、戸籍を管理してたのがお寺ってこともありまして、はい、まあ、たくさんお寺がありまして、そのお寺には、まあ、大体仏像が祀られているので、まあ、すごい数の仏像がありますね。大体日本で何体ぐらいあるものなんですか。まあ、数えきれませんね。だって京都の33間堂だけでも千一体の千手観音がいらっしゃいますから。あ、そうですよね。だからもう本当に数は数えきれないほどございますね。あの北海道とか、はい、沖縄はもともとはあの、はい、昔は日本の領地ではなかったじゃないですか、はい、だから北海道とか沖縄はないのかなと思うんですけれども。いや、ありましたね。私もそう思ってたんですけど、まあ、沖縄に行ってもちゃんとお寺ございますし、まあ、北海道でもお寺ございますので、まあ、新しいものですけど、まあ、ちゃんと仏像ございます。ああ、そうなんですね。もともと北海道は違う国でしたよね。首里城とかありましてね。北海、それは沖縄。沖縄ですね。間違えましたね。はい。で、その当時の、 あのお寺っていうか仏像とはまた違うものなんですね。まあそうですね。新しく、まあ、日本から、まあ、移転したお寺とかですね。はい。まあ、いろいろ面白いですね。そうすると自然に、はい、あのもともと歴史もお好きだったというお話ですが、はい、さらにあの歴史の勉強もあの自然にしたくなるっていうんですか、はい、そういうところがありますか。まあ、そうですね、まあ、いろんな、まあ、仏像とかを見てるとその仏教のこと自体も知りたくなって、はい、ええ、で、まあ、いろんな宗派の勉強したりして、で、まあ、あのこの高野山行こうっていう本も出しまして、はい、まあ、いろんな宗派のことも、まあ、学びましたし、で、まあ、いろんなことに本当に興味が湧きますね。あの仏教と言いますと、私はあの清浄仏教と大乗仏教っていうのがあるんだよぐらいしかわからないんですけれども、はい、そこもあのいろんな諸説あるって言いますか、あるわけですよね。まあ、そうですね。今はまあ清浄仏教って言わないんですけど、はい、そう、上座座仏教とか、まあ、南伝仏教とか言うんですけど、はい、でも、まあ、いろいろ、まあ、その違いはあるんですけど、はい、日本ではまあ大体大乗仏教が多いですね。大乗仏教の方が後から来た仏教ですか。いや、まあ、あの結構これ説明すると難しくなるので、うん、ちょっとあれかなと思うんですけど、はい、まあ、大乗仏教は、まあ、大勢で、まあ、乗るって書くんですけど、はい、まあ、みんなで救われるってことで、はい、まあ、清浄仏教はまあ個人的の方が救われるっていうふうにまあ言われてるんですけど、まあ、いろいろ諸説ありますね。私がちらっと読んだ本だと、はい、清浄仏教の方がかなり修行が大変だとか。まあ、それはまあ考え方ですね。あの食事とかも本当にお肉とかお魚とかを食べちゃいけないとか、大乗仏教の方が割とそこら辺緩やかなようなことを本で書いてあるのを見たことがあるんですけれども、まあ、あの日本の仏教っていうのがそもそも、まあ、大体お坊さんが結婚してるってこと自体が他のインドとかとは違う感じですよね。まあそうですよね。だからもう大体その結婚してるとかそのインドの坊さんに言うと驚かれる。はい、キリスト教でいうところの神父さんと牧師さんの違いみたいな感じですか。
なんかもっと根本的にまた違う気もしますけど、神父さん結婚してるけど牧師さん結婚できないとか、キリスト教でもありますよね。まあそうですよね。でもまあ今日本ではね、お坊さん皆さん結婚なさってますからね。結婚して子孫繁栄しないとお寺自体がね、うん、途絶えちゃうっていう、ね、でも昔は、はい、結婚してなくてもちゃんと途絶えてませんけど、それは どうしてなんでしょう。なんか明治になって、まあ、政府が、まあ、結婚してもいいよってことになって、まあ、それで、まあ、結婚するようになったんですけど、あ、昔はじゃあ養子を取ってたんですか。養子っていうかその宗派で、まあ、お寺に行くって感じでお寺を守ってたんですね。あ、じゃあ必ずしもその、なんて言うんでしょう、住職さんのお子さんがお寺を継ぐっていう形ではなかったんですね。それは明治になってからですよね。あ、最近の話なんですね、はい、だって昔お子さんいなかったですもん。もうそういうことも知らなかったですよ、なるほど。いろいろやはりひろみさんからお話を聞くと勉強になりますね。先ほど の、はい、そ の、 なぞるっていうやつですか。あ、はい、この仏像のなぞり書き、はい、はい、やはり物事ってこう、いろんな場合で集中したいって皆さん思うと思うんですけれども、今インターネットの時代ですし、いろいろこう気が散ってしまいがちですよね。昔の方が、うん、それこそ音のない世界といいますか、今テレビでもそうですし、まあ、騒々しいって言いますか、江戸時代とかそれ以前の方がもっと静かだったと思うんですよ、はい、なので今現代人にやはりこう静かなところで集中するっていう、そういう時間が本当に必要かと思うんですね、うん、で先ほどおっしゃったように、はい、写経が割と一般的ですけれども、この絵をなぞるっていうのも、はい、とってもいいと思うんですよね、この絵をなぞるのも、はい、こうカラーでやってもいいんですかね。あ、そうですね、自由ですね、それは。だからまあいろいろな、まあ、いろんなペン使ってやっても楽しめますし、はい、でまあ本当集中するとなんか心がすっきりするんで、だからいいと思うので、ぜひ、まあ、やっていただければと思います、はい、やってみたいですよね。あ、ぜひ。私だったらいろんな色で、はい、描いちゃいそうですけれども。あ、そうですね、今あと塗り絵も流行ってるじゃないですか。あ、そうなんですか。すごい大人の塗り絵っていうのが、まあ、流行ってて、本屋さんに行っていただいたら、まあ、たくさん並んでるんですけど、はい、まあ、これ写仏していただいた後それを塗り絵にしていただいてもいいですし、いろんな楽しみ方があると思います。なるほど。あと他におすすめのところとかありますか。ところと申しますと、おっしゃっていただいたイケメンと、はい、美女の他にこの仏像を見といた方がいいよみたいな。あ、そうですね、まあ、東京もたくさんございまして、はい、目黒に行きますと本当に たくさん仏像あったり、上野もたくさんございますし、はい、まあ、意外と身近なところで、まあ、私よく目黒とかも行くんですけど、はい、目黒は目黒駅降りまして、はい、目黒川上映の手前に大円寺ってお寺があって、 ありますね、はい、あそこにも本当にたくさん仏像が。あ、そうなんですね。まあ、五百羅漢の石像があったりですとか、まあ、八百屋お七がこうした吉田っていう方が、まあ、ずっとお祈りしてた、まあ、お七地蔵ですとか、まあ、あと清涼知識釈迦如来像っていう秘仏の像とかもあります。え、秘仏ってどういう意味ですか。まあ、期間を決めてその時しか開けない。あ、なるほど。何年に1回御開帳みたいな。あ、そうそうそうです。ですから、まあ、いつも開いてるわけじゃないんですけど、まあ、お正月とかそういう決まった期間にだけ開くのが、まあ、秘仏なんですけど、まあ、そういった仏像もございますし、で、まあ、そこをずっと進んでいきますと万隆寺っていうお寺があって、まあ、そこはお白い地蔵って言って、自分のお化粧をこうお地蔵様に塗ると美人になれるとか。え、行かないと。それは画上絵の向こう側になるんですか。ずっと坂を下って、はい、で目黒川を渡って、で、まあ、大きな通りに出ますんで、そこを渡っていただいたらすぐにあるお寺ですね。いろいろと仏像でも種類があるといいますか、はい、人間と同じですね。お化粧が好きだったり。まあ、そうですね、いろんなご利益がありますので、まあ、自分のご利益、まあ、何を求めてるかによってお参りするのもいいかもしれませんね、はい、なるほどですね。少し仏像に関して詳しく なれたような気がして、はい、今日は本当に嬉しいですよ。あ、それは良かったです、うん、やはり神仏って
こう生活とともに、はい、必要なものですよね。まあそうですね、なんか困った時の神頼みとか、まあ、仏様にお祈りするっていうのはなんかやっぱり心も癒されますし、はい、落ち着くのでなんか心の拠り所になるとは思います。もう今日は本当に勉強になりましたよ。この後一曲、曲を聴いていただいて、さらに、お話を伺わせていただきたいと思います。はい、じゃあ曲の方お願いいたします。よろしくお願いします。
といいますか、そうしましたら、はい、告知タイムで、あ、はい、あの今度新刊がまた出ます、はい、この漫画で学べる仏像の謎っていう本なんですけど、はい、1月30日に JTB パブリッシングさんから出ます。で漫画で、まあ、オールカラーで仏像のことが簡単に分かるようになってますので、はい、まあ、ぜひ、まあ、読んでいただければと思います、はい、であと JR 東海ツアーズさんから、はい、まあ、あの50歳以上の15プラスっていうのがあるんですけど、はい、まあ、そこであの日帰りで奈良に行くっていうのがありまして、まあ、私がご案内するんで、まあ、田中宏美と行く、まあ、奈良ツアー奈良で、まあ、あの新幹線で参りますが、まあ、新幹線往復の新幹線代より安く配管料と私の説明がついて、まあ、あの東京横浜、まあ、静岡名古屋からあの初で参ります。法隆寺と薬師寺、まあ、私があの仏像のご案内いたしますので、まあ、あの詳しくは私のホームページ田中宏美のホームページを見ていただいたら、まあ、あのネットで田中宏美ホームページで検索していただいたらあの一番に出てまいりますので見ていただければと思います。なるほど、はい、そうしますと何人ぐらいの予定になるんですか、そのツアーの方は。そうですね、まあ、40名までで受け付けてますけど、まあ、それ、まあ、一応2月のやつはもう再考が決定しておりますので、はい、あのぜひ2月と3月にありますのでご参加いただければと思います。じゃあ今絶賛募集中の感じですかね。そうですね、はい、はい、ぜひ私もいや、あの一度参加してみたいですよね。あ、ぜひご参加ください、はい、まあ、仏像ツアーも毎月やっておりますので、はい、東京でやることもあるんですか。あの明日参ります。あの毎日新聞旅行は東京の仏像、都内の仏像ですね、はい、まあ、先ほどご案内した目黒ですとか、はい、まあ、あと日本橋ですとか、まあ、いろんなところの仏像を見て歩くという、まあ、バスですけどね、はい、そういうツアーになっております。それもいいですよね。あの奈良とか、はい、滋賀とかに行くのももちろんいいと思うんですけれども、都内だと気楽って言いますか。そうですね、はい、あのちょっとそれこそ着物でお散歩的な感じで参加してもいいですよね、ぜひ着物で参加していただけると、他の方が喜んでくださると思います。はい、じゃあ、 あの私も の, あのお友達も誘い合わせてそういう機会を作ってみたいと思います。ぜひお願いします、はい、とその後 CM になりますか。先ほどあの流れてた君は綺麗なバラの花という歌を歌っているのがこの司ひかるくんという私のお友達なんですね。で突然あの歌が入って、しかもその歌の感じがあの生々しい感じだったのでねあの本日実は CD の方を持ってきたんですけれども、あのそういう生のライブ感があっていいかなと思いまして、そちらの方を流させていただきました。こちらの司ひかるくんですが、あの歌手になる前から実は私友達でして、で先ほども申し上げましたが占いをしたところ君は歌手になった方がいいよというあの私の占いだったんですね。そうしましたら、もともとじゃあ実は僕歌が好きだったんだよっていうことで、であやっぱりねみたいな。であの本郷直樹さんっていうあの
昔新人賞を取った歌手の方がもう私15年来の友達だったんですよ。でその本郷直樹さんに紹介しましたらトントン拍子で話が進んで、そうですね、本郷さんのところに通い出してから1年半ぐらいで歌手になってしまったんですね。へー、すごいですね。もともと才能があったんだと思います。であとですね、もう一つ私の方も告知させていただきたいんですが、先ほどから申し上げていますように占いの仕事をやっております。こちら A to Z という占い館ですね。こちらを見たと言っていただけましたら、10分間サービスとか何かしらのサービスをさせていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。ですね、最後に一言言いたいこととかはないですか？そうですね、まあ、はい、ぜひいろんな本出しておりますので、まあ、特にこの新刊おすすめですので、はい、まあ、それを買って読んでいただければありがたいと思います。はい、私はさっきからですね、その写経じゃないですけど、写仏、はい、それにとっても心惹かれますね。これですね。ぜひなぞっていただければと思います。はい、なんか簡単そうですよね。簡単にどなたでも楽しめると思いますので、うん、あとこう、はい、先ほども申し上げましたが、こう色を塗ったりとか、自分なりのオリジナルの仏像ができる感じですよね。そうですね、はい、それも楽しみな感じですよね。はい、まあ、着物をやってますとやはり法王とかですね、はい、そういう柄が同じといいますか、そういう神仏のこうお坊さんが着てる袈裟とかと、はい、場合によっては同じような感じの柄があったりとかするので、はい、やはり心惹かれますよね。そうですね。本日は本当にありがとうございます、はい、どうもありがとうございます。来ていただきまして ありがとうございます。はい、はい、最後にこちら の提供をしていただいていらっしゃる方のご紹介させていただきたいと思います。提供は株式会社 PR 現代様、和の生活マガジン花咲く様、山ちゃんの着物相談会の山本様、協賛が和装備代表の林義恵様、株式会社結婚しましょう様、株式会社メリーポピンズ様、ビジンク様、都企画様、和装備イベント自分ゆい大江戸和紙学会和紙研究所の皆さんです。あとシャイニング輝く女性づくりの会、浅草のスカイツリーが見えるカフェで英語で日本文化を英語で伝えましょうという英会話教室をやっていらっしゃる方がいらっしゃるんですね。でそちらも、うん、とても面白くて、私も参加させていただいたことがあるんですけれども、和文化を英語で表現するってちょっと難しいんですね。で、そうですね、今インバウンドと言いまして、外国の方がすごく日本に来てるかことが多いんですね、一時期よりも。なのでそういうのも少し知っていると何かの時にとても役に立つかと思います。はい、はい、今日は本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、まだ話してても大丈夫な感じですよ。そうなんですか。なんか私最初に田中ひろみって言いましたっけ、ね、言ってますかね。私が田中ひろみさんですって。はい、いやなんかひろみさんしか言われてないような気がしたんで大丈夫ですよね。はい、はい、まあ、いろいろ本書いておりますので、あと女子の仏教サークルの丸の内般若会っていうのもやってますので、それをちょっと、あと、そうですね、あと奈良市の観光大使もやっております。はい、奈良出身なんですか？いえ、奈良の仏像の本を書いてるので、まあ、市長から任命されて。ご出身はどちら？大阪です。大阪なんですね。はい、でも前もお話ししましたけど全然関西弁が出ないので。そうですね、まあ、関西の人が一人でもいたら出るんですけど。はい、なるほど。今日はありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。着物で広がる夢、心躍る江戸の息伝えていく。